大江戸八百夜町和装備情報局。素敵なことがきっと起きる、新しいあなたにドリームカムトゥー。さあ着物で広がる夢、心を踊る。こんにちは。こんにちは。第73回大江戸八百夜町和装備情報局のお時間となりました。今日は足利銘仙、はいね、はい、もう皆さんに来ていただいて、そう、はい、素敵ね、うん、素敵ですか、はい、やかね、そうなんです、はい、今もう作られてないので、あ、もう全てアンティークなんですけど、今あるものだけ、はい、で足利市がこれをもう一度こうみんなに来てほしいということで、足利商工会議所が実は集めまして、はい、皆さんのタンスに眠っているものですね、を集めて、今なんと500着、わ、500着も、はい、何にあった、はい、ね、なのでまだ残ってるイベントとかね、そういう時にはもう無料で貸し出しもしておりますので、太っ腹、はい、ぜひ、あのどのように貸し出しをしてるんですか。あの足利でイベントがあるときに、はい、まあ、着物で散歩とかそういうときに皆さんにこう貸してください、お貸しする、うん、ただあのもしねご興味ある方がいらしたら、うん、私直接言っていただければまたこういった形で着れるような仲行動してくださると、はい、はい、作りたいなと思います。今日もかずみちゃんがね3枚ね貸してくださってね、はいはい、ありがとうございます。それぞれ違う柄で、うん、いかがですか。私はこの色を決めさせて、ね、可愛いですよね。私も黄色と赤とド派手な黒の ね、はい、ね、とてもよくお似合いです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、でさっき着替えたんですよ、はいはい、皆さんがほんの 2,3 分ですごい、ね、かすみちゃんも素敵ですよ。ねえ、これも結構大柄の、あ、これもいや名線ではないんですけど、ね、でもぽいね。そうなんですよね、ぽいぽいぽい、なんかあのこういううちの母ぐらいの年代の、そう、着てましたよ。で結局布団代わりになってたような、そうですよね、お座布団になってたような、はい。今本当にこの皆さん着ていただいてるんですけど、吉田さんのも可愛い、これも、はい、状態がしっかりしていて、そう、生地があの、はい、もうその管理してる方たちも実はボランティアでされてるそうなんですよ、うん、なるほど。その陰干ししたりですとか、うん、なんか組み合わせを考えたりとかっていう、なんか雪が結構長くて、長だったので、私心配してちょっと手袋、若い方がよくなさる、うんうんうん、手袋持ってきたんですよ。そうです、いらなかった。本当にアンティークはいいですね、しみじみと。これもよく昔の方がね、大正昭和、はい、そうです ね、はい、このお柄も ね、 ね、 いいですよね。この柄はでもすごく斬新だと思います。斬新だと思います、これあんまり見てない。おしゃれですね、とてもよくお似合いです、ね、あ、そう、ありがとうございます。また半襟がね、あ、ちょっと、ね、あのちょっと最近のね、レースのをちょっとつけてきまして、はい、で、かずみちゃんが私たちにあの Facebook のメールでどれがいいって言ってくださって、ね、だから今日初めてお目見え、ね、で、すごい良かったです、これで。涼しいですね、とても着心地がいいです、うん、本当に、シルクなんでしょ。そうですよね、きちんと、ね、もちろんでもきちっと折ってあって、はい、そうなんですよ、はい、まあ、ぜひともですね、この足利銘仙をもっとね、この日本中に広めていきたいと思いますので、ね、なんかぜひね、我が身なりとか、なんか某テレビ局のね、そこで足利行きましょう、行きましょう、ぜひぜひ、はい、まず行きましょう、はい、足利でお着物たくさんの方で来て歩きましょう、はい、はい、ですね、はい、それでは、はい、この73回大江戸八百夜町和装備情報局、はい、最後までご覧いただきたいと思います。私は事務局長の、局長でしたね、はい、林芳恵と申します。よろしくお願いいたします。はい、で私は自由が丘で結婚相談所を21年やらせていただいてまして、我が身学会では一応永久顧問第1号ということでお役頂戴しております。今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、私、美人区の斉藤和美です、こちら C ウェーブで美人区情報局というのをこの時間の前にさせていただいております。はい、よろしくお願いします。はい、ではこの提供先は、はい、株式会社 PR 現代、和の生活マガジン花咲様、そして山ちゃんの着物相談会、そして和装備の、提供となります。
でまた協賛は株式会社結婚しましょう、株式会社メリーポピンズ、美人区、都企画、和装備イベント、自分ゆい大江戸和髪学会、シャイニング輝く女性づくりの会で、またこれが長いんですけれども浅草のスカイツリーが見えるカフェで英会話、はい、日本伝統文化を英語で伝えましょうから協力を得ております。そして、私たちの理念といたしまして、和と和を重んじる心で、和髪、もうそれぞれの和髪でございますね、和髪と着物を通して和文化を未来に、そして世界につなげようという、そういった試みで私たちのこの大江戸八百夜町和装備情報局を皆様に放映をさせていただいております。それではここで参りますか、はい、はい、CM タイム。日本がもっと好きになる月刊情報誌和の生活マガジン花咲く、春夏秋冬四季折々の和の魅力をたっぷり満載、着物、和食、アート、催し物などなど、日本の伝統文化を切り口にとっておきの情報と旬の話題をお届けしています。着物をもっと楽しみたいあなた、日本文化をもっと知りたいあなた、花咲くはそんなあなたにおすすめの雑誌です。月刊情報誌和の生活マガジン花咲く、ご購読をご希望の方は全国の有名呉服屋さん、または花咲くのホームページからどうぞ。はい、花咲くの宣伝でございました。着物を着ると自分が輝く、はい、仕事も家庭も生き方まで変わっていく、そんな女性たちを応援する月刊誌でございます。あれ、なんか見てるんじゃなかったどのページがいいですか、ね、コードマダムはどこもね素敵なんですけれども、はい、お下げで作る簡単カジュアルだって、ここがいいね、かわいいね。そうですね、それぞれのページがございます、そして私たち自分ゆ大江戸和髪学会のメンバーでもございます、着物の髪型、私のヘアスタイルを教えます、お下げで作る簡単カジュアルヘアです。ちょうど鎌倉ひとみちゃんがですね、あの今回の、ねえ髪型ヘアで出ているんですが、はい、本当にね肩まで の髪型なんですよ。それをねちょこちょこっとこうお下げみたいにして簡単にできる髪型になってございます。なんか気になるページありますか。やっぱり夏のこの、ね、やっぱりカゴバッグ、お目が高い、はい、はい、小物、確かに、はい、そうなんです。でこれ夏を奏でる日本の美しい布ということで、そのページもあります、うん、もう夏先取りでございますので、今おカバンであったりとか夏用の小物がね、ナコードマダムはなんか一番目を引いたみたいですけれどもかずみちゃんどうですか。そうですね、あとなんかこういう感じの、うん、ね、うん、すごい素敵ですよね、この方の、なんか着物と、うん、はい、草履で、そうなんですよ、ね、それがこの草履で散歩ということで、はい、花咲くのファンの方が、自分で応募されてですね、それでこのページに、はい、うん、はい、そう、もしかして7月号はナコードマダムが草履で散歩って、はい、皆様楽しみに、はい、はい、ですので皆様ですね、ぜひともただ見るだけではなくて、このページに出演もしていただきたいんです。そのすごい、そうなのよ、だからかずみちゃんだってこの名線で、足利名線をこの花咲くのページにですね、はい、ご紹介するコーナーもあるわけです。すごい、ぜひともこの花咲くさんをですね、はい、利用する価値はございます。なんか熱くなってきてません、あ、そうかな、うん、そんな感じがしますよ、はい、ページでございますので、どんどんね人気が、はい、ではこのお申し込み先です、はい、0336391256 3639-1256、ホームページでもお申し込みができます。花咲く花咲き人、または株式会社 PR 現代でもお申し込みができるというわけです。で、まだあるんです。今回はこのプロに教わる収納術で、はい、株式会社 PR 現代からヒルズが出てございます、はい、今ナコードマダムのマイブームは宝石でございます、うん、はい、どうですか、今リフォームを
よくしておりますよね、はい、今日のちょっとリフォームでちょっとお話をしてください。よろしいんですか、はい、実はこれ私が持ってました40年前にいただいた縦爪ダイヤなんですね、はい、であと30年前にももう一回いただいて縦爪ダイヤ2個あったんですけれども、結局指太くなってしまいましてしなかったんですね、はい、でもったいないというので今回リフォームをさせていただきまして、でちょうど私のアコードマダムで結婚相談所ですので、うん、男女のカップルというのでこの2つのダイヤをペアで、はい、ペアで素敵ですね、はい、でこれをしましてまだ1週間経ってないんですけど、はい、ご成婚の方がやっぱり同じように作りたいというので、じゃあ仲人はまだブランドじゃないですか、はい、もうね、はい、素敵なデザインですね。そうなのでクオリティがとっても良くって、あでも私もこのデザイン持ってありますよね、あの結構流行ってますよね、はいはい、そうなんです、そう素敵ですね、輝いてますね。すあれ今日こちらはしてないんですか、ま、ダームはいありがとう。ダイヤは女性は大好きでございますね、宝石もね。で男性殿方やっぱり女性に差し上げる時にはちょっといいものを差し上げておきますと、この中にもたくさんありますよね、はい、そうしますと20年30年ご主人様がお亡くなりになった後に思い出すんでございますのよ、これどなたかね、おでございますね本当に思い出すんです、あ彼は主人はいいものをくださったんだなって思うんでございますのよ。さようでございますか、かずみちゃん、ね、結婚したくなったでしょう、ね、婚約指輪はやっぱりダイヤモンドかなと思います。本当にそう思いました今回、つくづく見ながらやっぱり あの頃はと、あの頃ですね、10年ですね、もう4年、はい、数えきれないほど昔でございますそこでこのヒルズで私の幸せジュエリー占いも掲載をさせていただいております。いいですね、もう今回で第15回目になりますので、本当に花咲さんにですね PR 現代さんに随分お世話になっておりますので、ぜひともですねこのヒルズもお買い求めいただけたらと思います。先ほどその宝石の話をしましたけれども、だいたいその結婚ですね、婚約をしましたら現在はどのくらいなんですか、婚約指輪っていうのは。よくね昔はあのお給料の3ヶ月分というふうに聞いてますけど、いかがでしょう。いろいろですね、うちの会員さんでご結婚なさった後に、はい、1000万までだったら好きなの買ってもいいよっていう方がお一方おりました。はい、ただね女性っていうのは結構ね、はい、あのしっかりしてますから、はい、1000万円までって言われただけで嬉しくて、結局は100万ぐらいに抑えて、あとは家計の中に貯金をっていう形になりますので、そういうのが女性ですよね、はい、何かとかかりますからね、あの意外とすぐにもお子さんも生まれるでしょうしね。そうです、はいはい、やっぱり余裕を持ってということだと思います。私のね最初の最初のねちょっとあれちょっとやばいかな、あのちょっとやばいかな、あの最初ね婚約指輪だったんですけれども、婚約指輪一つは嫌だなと思ってね、ピアスと指輪とあとアクセサリーのセットをあの婚約まあ指輪っていう形で送っていただきました。最近ちょっと流行ってるんですか。そうですか、すごいですね、何十年前でもそれもねもうねはっきり言ってリフォームしちゃった、要するにもう何かに使っちゃったみたいな、そんな感じですね。売っちゃったとかね、売っちゃったとかなんかいろいろありますよね。プラチナがとっても高くなる、はい、あ金が高くなる、ね、今日はすごい目がキラキラ輝くこの足利銘仙も着せていただいたし、宝石のお話ももう楽しいですね。そうですね、じゃあもう先にやっちゃいますか、はい、まず大江戸800夜長やりますか、はい、最近やってないんですよね。そうでしたね、はいはい、では皆様、はい、大江戸800夜長和装備情報局、これは大江戸800夜長装備情報局です。そうですね、はい、では次は1 10 100 1000なんですよね、3人で盛り上がっておりますここは北千住のシーウェーブスタジオからお送りさせていただいておりますごめんね、私が言っちゃった、いいんですよ、はい、でそれでね、うん、今実を言いますと、はい、自分より大江戸鏡が
学会の執行部紀子さん会長一家がですね、はい、今その松坂のパレードに行ってます、はいうん、はい、皆さん頑張ってますか、ね、今日でもお天気だったみたい、ね、いいお天気だったんですね。よかったよかった、うん、とっても楽しそうなフェイスブック、うん、はい、お写真拝見してますよ、ね、ね、夜中の2時にそうなんだって、4人で車、キコちゃんがってあ、ね、キコさんね、松坂までなんて500キロ、ね、600キロあるんじゃない、すごい、ね、休んで行ったんでしょうね、我が身でね、はい、着物でね、で明日帰ってくるそうです。あ、もう帰ってくるのね、はい、あすごいな、なんかね、あの松坂であのサミットがあったじゃないですか、はい、なのにこちら東京赤坂の方でもものすごい警察官が、松坂とね東京じゃ遠いじゃないですか、いや本当にどこもかしこも警備が大変でした、ロッカーがすごかったでしょ、ロッカー難民がすごかったらしい、だって入れるとこないので、はい、だけど私ね昨日テレビ見て感動しました、うんうん、オバマ大統領、はい、広島のね、はい、ありがとうございましたですよね、はい、本当にありがとうございました、はい、感動でしたよね、うん、もっと広島の方はね、うん、お喜びだったと思います、はい、やはり世界平和を私たちも祈りたいと思いますので、うん、原爆はなくしましょう、はい、私たちの手で、はい、すごい笑ってますディレクター今日とんでもないこといろいろでも大切なことでございます、ね、伸ばしていかなきゃいけないんですけどもあのね、今度私たち CM に、はい、この間足立くんが表彰されたんですよ、はいはいはい、そうなおかげさま、ありがとう、宮村社長も本当におめでとうございます、で、ね、で区長さんと素敵な女性さんでした ね、はい、はい、女性お会いさせていただいて、ね、表彰式にあの列席させていただきまして光栄なことでございました、上村局長とね、はい、吉江さんちゃんとお着物一つもんでしたか、あれはそうです ですね、はい、あのきちっとしてらっしゃって、なんか吉江さんと私が花をっておっしゃってくださいね、言われましたね、はい、おかげさまでね、このバラのごとく華やかに白百合のごとくありがとうございます、身内で褒め合いをしてどうするそうです ね、何か他にありますか、やっぱり名線ですね、その名線のつながりなんですけど、うん、ちょっと真ん中で、告知になりますが、うん、よろしいですか、じゃあお座りを、お座りを、あ、全然全然いいです、はい、あの実は来月6月の12日に足利市で、うん、足利市、はい、地酒祭りというのがありまして、美味、はい、しいんですよね、はいはい、もちろんあの足利近辺だけではなくて、はい、全国 の本当に東北、岩手ですとか福島で、本当に九州とかあと広島とかの地酒が全部集まる、うん、あの会がありまして、で今あの私の方でこの会に参加していただける方たちがいたら、あのチケットもちろん無料でプレゼントっていうのをあの会長さんにいただいてきたのと、はい、あと、まあ、このね会にいらしていただく方が増えれば、あの足利地元ですのでそこで名船を着てお酒楽しむとか、そういうのもできたらいいなと今考えて、はい、12ですね、はい、12日は何曜日ですか、日曜日、日曜日なんですね、日曜日ですか、はい、わ楽しみですね、ぜひとも足利のもちろん名船、そして地酒祭りに行っていただきたいと思います、はい、ではここで CM をちょっと流していただいても大丈夫でしょうかね、はい、はい、では第2弾の CM タイム、早いお疲れ様でした、
野田様が到着をいたしましたね。いやとんでもないです。ね、私たちはテレビの皆様も野田様をですね大変お待ちかねだったと思いますので、ちゃんとですねゲストコーナーがございますので楽しみにしていただきたいと思います。ではここでご紹介をさせていただきますね。はい、読ませていただく形になるんですけれども、はい、野田、こちら建設様とお呼びして、建設です、建設様、はい、はい、野田晴美様なんだけれども、はい、野田建設様、はい、そうですね、はい、一般社団法人、つむぎジャパン代表理事でございます、はい、そしてまた、B グランドグラッドプロデュースという、すいません、B グラッドプロデュースの代表取締役でございます、野田建設様をご紹介をさせていただきたいと思います。はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ではこのプロフィールをちょっとお読みさせていただいた方がよろしいですか。はい。はい、では、つむぎジャパンは日本や世界に向けて日本の文化、そして歴史の振興、日本古来の文化、伝統国との友好、伝統芸能の伝承普及発展を図り、福祉への貢献や地方社会の活性化や環境活動、そして介護活動をさらに諸外国との友好親善と総合理解の増進に寄与することを目的として活動しています。そして現在世界を舞台に活躍できる日本のアーティストや伝統工芸品のマネジメント、伝統芸能の舞台公演などの企画プロデュースを手掛けています。また伝統文化のイベントとしてはお香の会や和菓子の会、食文化としては食の会や歴史上の人物に関わる食事会、皇室料理の食事会も催しております。国内では教育の一環として命の尊さ、感謝を伝える特攻隊の舞台、未来へ紡ぐ今をありがとう公演をしております。2016年8月27、28日では大阪公演もいたします。和の大切さ、心豊かな本来の日本にするため、日本の精神的伝統文化の普及をし、現代日本人の心に跳ね返り、日本の発展のために道徳的向上を目指しているというわけです。そしてこの会社設立前に役者もしておりました。現在もそうですね。で、今度舞台があるんですよね。はい、はい、そして日本に危機感を感じ事業をシフトしているということなんです。特技は日本舞踊や武道、そして紡ぎというのは、これからちょっとねご説明をしていただきたいと思います。はい、ではここで、再度ですね、この野田、建設様をですねご紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、ざっと読ませていただきましたけれども、もともとは役者さんだったんですよね。そうですね、はい、役者をしておりまして、はい、その時にやはり人と違うものを 手に入れたいと思いまして、はい、それで武道とか武道、はい、またはアクションとか日本舞踊と、あと盾ですね、盾の方とかいろいろちょっと日本のそういった道の道の方にちょっとシフトしていったんですね。なるほど、はいはい、でそこで学んだことでとても大切なことが分かるようになってきまして、そこでこれって今日本に足りないものじゃん、ものとか忘れられてるものなんじゃないかなっていうのをとても感じまして、で同時にその社会っていうものとちょうどこう比例して同じような形で大切なものなんじゃないかなっていうのを感じてシフトしました。なるほど、はい、この野田建設さんっていうお名前は、はい、本来は晴美さん、はいはい、どこから来ているお名前なんですか。そうですね、建設って言われますと、はい、大体皆さん男性の方だと思われるんですけど、うん、はい、はるみっていうのはもともといただいた親からいただいた名前でして、本名でして、はい、私が生まれ育ったのがお寺だったんですね。お寺ですか。はい、そちらのお嬢様、そこで、まあ、はい、そこで私が家を継ぐということでしたら その住職名をいただくということだったんですね。で私が継がないということで私はそこのお寺を出て、その代わりそのお名前を使って日本の生きた方の
魂やそういったものを浄化していけるようなお仕事をつきたいと思いまして、日本の文化や歴史というものに携わるときは野田建設という名前でさせていただいて、あの OL もされてましたよね。それは建設関係、ね、あ、じゃあ、そうなんです。でも建築関係だったので、はい、はい、だったんですよ。もう大和なでしこなのに、ね、もう男の中の世界でバリバリにキャリアウーマンしてたんです。素晴らしい。いい、もうその時はもうあまり、ね、男性の中でやる仕事っていう感じではなかったんですけれども、で設計をやってたんですけれども、やはり男性の中でやっていたので1ヶ月休みがないとか、そう言いながらもあの男性と一緒に、うん、あのやっていたところがありまして、でそこで、まあ、手に職をつけましたので、自分で独立してその建築業を営みながら役者業と、そして今はあの反対にその地方やどこか出てきてあの役者になりたいって夢や希望を持っている方たちを、私の今までのその経験上で監督たちやあのオーディションに行かせて夢を叶えさせるっていうところも、うん、あの同時に進行で行っております。それがそのタレント事務所を設立されて、 その名前が、すいません私ちょっと使えてしまいましたけど、いえいえ、それが B グラッドプロデュースということで、あの喜びを、グラッドっていうことで喜びを届けるっていうお仕事の方に。どの辺の場所でなさってらっしゃる。それは中目黒と、事務所の方はあの半蔵門の方に。あ、そうですか、はい。タレントさんはもう何名ぐらいいらっしゃるんですか。はあの10名ぐらいなんですけれども、あのもう知り合い の, あのこの子をお願いしたいっていうしっかりした形で、あの育て上げたいという形で今は。若い方が多い。いえ、あの20代から、あとは70代まで。わー、すごい。はい、はい、で磯村みどりっていう昔 NHK で見ました。はい、もううちの、はい、うちの所属で。はい、お会いしてない。多分お会いしてると思います。お会いしてましたよ、何年か前に。はい、ね、うん、はい、そうするとご自分も、はい、まあ、女優であったりとか、はい、役者さんもされてるわけですよね。今回またお芝居の、ね、お話も後でしていただきたいんですけれども、はい、まずでは、建築から今度はタレント事務所、はい、では文化、はい、で私ね、実は言うと野田さんのことすごくね気になってたんです。金山なでしこ会の時に、うん、あのその皇室であったりとかね、あの高級なあの食文化をずっとご案内してたじゃないですか。あ、はい、私ずっと気になってたの、行きたいな行きたいな、うん、でもね敷居が高いかなと思ってたら、この間3周年記念で、うん、たまたま私の隣に座っていただいたんです、うんうん、そこでご縁をいただいてやっとお話をする機会があった、はい、ゲットしてきたのね。そうなんですすごいね、そのなんていうのね、いつの間、私たちは一緒に行かせていただいても、ただ美味しいものをいただいてキラキラって感じなのに、はい、吉田さんはちゃんとこうやって素晴らしい方をお招きできるようにそうですね、うん、会いたいという人がね、こうして親しくなるっていうのはとても嬉しいです、うん、でその行動であったりとか、はい、食文化ということなんですが、はい、いろいろ今やってるじゃないですか、はい、あのまあ、そういったイベント、はい、どんな感じであの開催されていらっしゃるんですか。あの今言われたように、はい、敷居が高いっていう形では取らずに、はい、皆さんあの知っていただきたいっていうことがあの一番の目的で、あの皇室のジャーナリストがうちの講師なんですね。わお、はい、そうだったんですか、素敵、はいはい、そこであの講道の方もあの普通ちょっとねあの知らない世界で難しいんじゃないかと思うんですけれど もう先生もあのもう足も崩していいのよって、もうとにかくあのどんなものか知ってくださいっていうことであのさせていただいてるんですけれども、それはあの本物 の、うん、香木を使って、うんうん、本物ですよね。そうですね、はい、大体800年前から1000年のもので、はい、でそちらであの聞くっていうんですけども、そうすると直接脳に行くので、うん、あの DNA が動いたり、うん、感性が広がったりって、うん、そういったあの草の根的なんですけれども、皆さんに少しでもあの和の心っていうものをお届けしたいということで行動というものは続けておりまして、でもう一つのそのあの食文化ということで和食の会とか皇室 の食事の晩餐会 の、はい、その、 あの再現でしたり、 あとはあの
天皇皇室が食べていらっしゃる普段のものからそういったものを再現させていただいて皆様にも召し上がっていただくんですけれども、どうしてその切り方とかいろいろあるんですね。どうしてこういうものが作られたのかとか、そういった由来までお話ししながら一つ一つ皆さんに吟味していただきながら、はい、するんですけれども、大体先生が皇室のジャーナリストで本もその出されたんですね、はい、そこにレシピや他にも先生がレシピを持ってまして、で恐れ多いんですがうちだけが再現を許されたんですね。わあ素晴らしい、はい、だからそれもね、はい、素晴らしい人脈ってずっと思ってたんですよ。お写真をね、私ねイベントずっと見てるんです。ありがとうございます。はい、で気になるでしょ、すごい、いただき方なんかもレクチャーしてくださるってことなんですか。そうですね、マナーもマナーを、はい、でその時にお魚の骨はどこに置いたらいいんだろうとか、はいはい、そういったところもちょっと教えしながら。キンキンはあるんですか。はちょうど終わってしまって今度は秋に、はい、もう一回やっていくだけ、はい、ぜひ、はい、そうですね、早めに、行動があるんですよね、確か。そうですね、はい、行動が6月の11日に、はい、目白庭園で、はい、香木のお話を、ね、はい、先ほどなさってて、お聞きするところによると香木ってものすごく高価なもので、はい、もうダイヤモンドよりも高いってお聞きしてるんですけどね、うんうん、そうですね、手に入らないとか。手に入らないですね、はい、もう日本でもないんですけれども、世界でももう富裕層の方に買い占められてまして、で、ね、でなかなか手に入らないんですけれども、先生の方でずっと代々お母様からこうつながってきた香木を分けてくださるんですね、で先生もそういった皇室関係の、はい、関係でとてもいいものを、家宝とかってね、そうですね、はい、でそれを取っといてもしょうがないのよって、皆さんに、今の皆さんに少しでも和の心につながっていただければということでお出ししていただいてるんですね。で貴重な回なのでぜひ皆さんも敷居高いと思わずに来ていらっしゃったらもう本当に嬉しいです、はい、そういう敷居が高いっていうんではなくて、はい、やっぱりすごく気になるものだったので、うん、はい、何かきっかけがあったら行きたいなって思ってたので、うん、今度はなんかこうやってね鏡見て聞いたので、はい、ぜひともなんか行ってみたいっていうか、うん、行けそうな気がします、うん、ありがとうございます、はいはい、ね、みんなで行きたいですよね、うん、勉強したいですね、うん、楽しんでいただければもう、はいはい、何人ぐらい集まったらそのお料理の会とかなさってください。だいたいいつも30名から35名すごいですよ、集まるんです。ちょっとやるだけで集まってるんですよ。だから別にね、はい、その会に行けばいいんです。はい、そうね、素晴らしい人脈っていうのは、はい、その人脈はやはりお寺さんからっていうかご実家から来ているものでもありますよね。そうね、そうですか ね、はい、いつも感謝の気持ちだけは忘れずに、はい、結構何十代も続いてらっしゃるお寺なんです。そうですね、私が継いでる11代ぐらいにはなってたと、歴史がね、しっかりまたこれからもつないでいかないといけないことでしょうけれども、はい、素晴らしいその和文化和心をですね推奨してるんだなと思って、うん、お若いのにずっと私ね感心しておりました。お話できてよかったです。ありがとうございます、はい、でその、今推奨されているのが紬はい、ですよね、はい、その他にその陶芸であったり、まあ、雅楽文楽、はい、そういったのも今続けていらっしゃるわけですね。そうですね、はい、そういう方たちともお知り合いになって、はい、今ま古典的なものは守るんですけれども、うん、やはりその伝統的なものを残していくにはやはりちょっと新しいものに変えながら、うん、時代に合わせて、ね、はい、海外や国内でしていこうと思っているので、今もそこは皆さんとは交流しつつどういった形で出していこうかなっていうことで今お話し中です、はい、もう期待してます。ありがとうございます、はい、そうするとこの紬、はい、それから、この今回、はい、この特攻隊の舞台ということで、はいはい、未来へ紡ぐ、うん、今をありがとう公演、はい、どうですか、今はもう進んでるんですか。そうですね、はい、今それが一番大変でして、で今クラウドファンディングというところで、はいはい、まず大阪の公演のところで応援を募っておりまして、そしてそこができましたら全国を回りたいと思ってるんですね。で昨日オバマさんが広島の、はい、
言われたように、やはりこれは皆さんに知っていただき、そしてこれは次の世代にも残していかなければいけないって、つなげていかなければいけないって、それにはそれによって平和を保っていかなければいけないっていう願いもありまして、この特攻隊と部隊は子どもたち の今の子たちのやはり命の大切さっていうもの、尊さとか家族の大切さ、そういったものも伝えていきたいと思い始めてるんですね。覚悟を持って。そうですね、これはもう毎年続けていきたいと思っております。はいはい、他に宣伝といいますか、これだけは伝えておかなければという、ご活動はどんなことを他にされていらっしゃるんですか？今はとにかく部隊の部隊の特攻隊っていうのがすぐにあるんですけれども、それと別に伝統文化の伝統文化、はい、それが、はい、4年前に大きい部隊をしたんですけれども、ちょうど震災が起きて、でそこから海外に公演に行く予定だったんですけれども、はい、やはり国内をしっかりしようということだったので、今後は海外に向けて、そういったアーティストの方たちにも含めて今他のところからもちょっとオファーが来ているので。わあ、素晴らしい。はい、でそこをしっかりと日本というものを代表という気持ちで素晴らしい企画を立てて世界の人に送っていきたいなというのがあります。まさに私たちと同じ信念ですね。うん、日本国情を練り歩き、うん、そして世界中にも伝えていくということですよね。そうですね。まず最初にどの国からスタートですか？今はい、アメリカの、ロスとフランスのところからオファーが前来ていたのができなかったんですね。ですので、ですのでそこにもう一度私たちの方からこう今またありがとうと気持ちで、その時に大変お世話になったので、その震災の時ですね、すぐに皆さん日本に対してとても応援をしてくださったり支援をしてくださったので、反対に今度はありがとうという気持ちを込めた舞台を他の国もそうなんですけれどもしていきたいなっていうのはありますね。いわゆるお礼参りみたいな。そうですね。はい、で今回もそうですね、熊本の震災にも皆さん、ね、すぐに駆けつけてくださったりしたので、日本の伝統文化を通して何かお礼をできたらな、感謝の気持ちを伝えられるようなことをできたらいいなと思っております。素晴らしいです。私たちも実を言いますと、自分より大江戸和神学会も、はい、和神と着物を通して未来に、そしてね、世界につなげたいという気持ちなんですね。はい、で私たちの会っていうのはみんなが仕事しっかりしてるんですよ。うん、だから多少なりとも余裕がある方だけが活動できているので、うん、まあ、一応身の丈に合ったやり方なので、うん、もしよかったら、ね、私たちも、ね、なんかお手伝いさせてください。結構ね、海外にバンバン行ってらっしゃる、うん、和髪で、うん、お着物 で、うん、で帰りの飛行機がすごいことになったりね、うん、してるんですよ。ぜひぜひはい、いろいろ企画の中に、はい、ね、ね、入れている、ね、着物のファッションショーとか、そういったこととかもいろいろ今着物屋さんと話をしておりますので、うん、ぜひご協力いただけたら本当に嬉しいです。可愛い子、美人ばっかりおります。いや、美人ばっかりいますので、はいはい、ありがとうございます。もう本当にね、役者さんも多いんですよ。そうですね、アナウンサー、役者さん、あ、それはぜひよろしくお願いいたします。うん、はい、はい、まあ本当に楽しみになりました。コラボができそうですね。そうですね、はい、ますます元気にご活躍をいただきたいと思います。今日は、つむぎ、ジャパン代表理事でもございます野田建設様にもお越しになっていただきました。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。それではここで音楽タイムに入りたいと思います。一太郎さん、ではビデオスタート。レイクタウンからのエントリーです。それでは拍手をお送りください。大丈夫です。こんにちは、皆さん、一太郎と申します。よろしくお願いします。バンドが多かったですね。
は一人ぼっちなので、ちょっとムーディーに弾き語りたいと思います。聴いてください、月よ。今宵も満月、美しいのは月のせいじゃない、やっと気づいたよ。
ありがとうございました。今日ですね、石太郎さんのライブに行くんです。ちょうど音波という恵比寿にあります、7時半からグランドピアノを弾いて、石太郎くんが自分のライブがあるんですね。弾き語りライブですので、私と仲人まだ見て行ってきますので、今日はね、ぜひともこの雰囲気をね、皆様にお届けしたくて、石太郎さんの、ビデオにさせていただきました。ありがとうございました。はい、今日は私たちはこの、何度も言いますけれども、足利銘仙を着てきました。はい、どうですか？すごく綺麗ですね。鮮やかで、なんかもう色がはっきりとね、していてすごく、これ朱だよ。そうそう、なんかこれすごい、なんかとっても粋なおしゃれですね。ねえ、びっくり、今気がついた。すごくアンティーク感が素敵ですよね、生地が、はい、よくね。まあ、こんな形で私たちも、あの、日本は文化をですね、まあ、本当にこう未来に、そして日本に伝えていくっていうのは、いろいろな方法があると思いますので、ぜひとも皆様も続けていっていただきたいと思います。それではここで告知タイム。はい、私先です。はいはいはい、輝く女性づくりの会、はい、皆さん見せてください。7月7日私の大好きな、国際魅力学会の会長です、マダム美智子会長のお誕生日でもございます。七席の節句でもございます。パーティーがございます。今回は新宿ワシントンホテル、7月7日、シャイニングでも募集しておりますので、ぜひとも、あの、検索してですね、お申し込みをいただきたいと思います。それではどうぞ。はい、では私名が、今回はですね、6月12日に、はい、夢叶え参拝と申しまして、神田明神様で、あの、イベントというかセミナーというか、神職様の清水権宮司様の古代史のお話とかも盛り込まれてます。とても美味しいケーキ、夢叶えケーキとかもいただけるんですね。ぜひいらしてくださいませ。2時でございます。神田明神でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、懇親会の仲人マダムのお話ってすごくためになるんですよ。ありがとうございます。ぜひとも、あのね、あの、中間っていうか、あの、メインは来れなくても懇親会もいいんですよ。ちょっとお悩みがあったらちょっとお聞きさせていただきますので、ぜひともお待ちしております。ではそれでは、まだどうぞどうぞ、何度も何度も言っちゃいましょう。はい、同じく6月12日なんですけども、どうだったんですか。はい、足利市で、あの、地酒祭りという、今回10回目になります。こちら正完成ですね。で、なりまして、実は、あの、この時に出ているお酒がこちらなんですよ。あ、そうなの？こちらの生誕祭、あの、CM さんの時にも、あの、ブースで出展する予定で、はい、今しております。今、東北6県と、まあ、足利の地酒と、あとちょっと今回ちょっと熊本の方のお酒も入れた形で10種類ぐらい並べる予定ですので、まあ、支援もね、していきたいので、こちらにも。よろしかったらブースで出展しております。はい、はい、ではこのままスライドして、この生誕祭です、はい、来月ですね、6月25日のこの私たちの大江戸八百八町和装備情報局は、この生誕祭の方を中心にですね、私たちも出演をさせていただきます。ぜひとも盆踊りもやります。足立音頭、または、あの、ね、関東音頭だっけ、なんだっけ、盆踊り関東音頭だっけ、なんだっけ東京温度、もう踊りますので浴衣を着てね、来てください。よろしくお願いします ね, ね。はい、そんなところですね、はい、何かございますか。私も6月の11日に、はい、お香の会がございますので、そちらは、あの、目白庭園、東京 の, あの目白の駅から、あの、徒歩 4,5 分ですので、そこで2時から行いますので、そこも和菓子やお茶や全部セットでありますついてますので、ぜひお越しください。楽しみですね。次回は6月4日の土曜日でございます。来月は雪絵の和文化で英会話でございます。大変勉強になりますから、ぜひともご覧くださいませ。それでは、あ、今日はありがとうございました。十ヶ丘の仲人マダムでございました。はい、美人区の斉藤和美でした。つむぎジャパンの野田です。ありがとうございます。ありがとうございました。私、局長の林芳恵でした。では来月のまたこの時間まで、ごきげんよう。